ルス春の最強戦士決定トーナメント、ニュージャパンカップ。今年は24選手が負けたら終わりのノックアウト方式で頂点を目指し、 3.21 長岡の決勝戦で今年の春男が決まる。そして優勝者には 4.8 両国国技館 IWGP 世界ヘビー級王者への挑戦が決定。トーナメントは準々決勝へ、セミファイナル、デビッド・フィンレイ VS 海野翔太、メインイベント、ネバー無差別級王者タマトンガ VS IWGP タッグ王者後藤弘樹。